はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト7続きやっていきたいと思います。今回もね、またね、面白い石板を見つけたのでやっていきたいと思います。ですね、スライム王決定戦ということで、スライムタワーいますね。これもドラクエ9に、ドラクエ9にいたね、モンスターですけどね、ちょっと色綺麗になってるね、さすがにね。7の後に9は発売してるんですけど、これね、9出た後にね、発売したゲームなんで、この7リメイクは。右のスライムダークってこれドラクエ8にいたやつだ。他にもいるけどね、これ確かね。じゃあ、ダーク捕まえようか。じゃあ、まあ、ギガスラで、まあそこまでやらなくていいか、これ。普通に攻撃一掃できるかもね、もしかしたら。どんぐらい強さあるかはわかんないけど。あ、そっか、魔物ならし今、いないんだ。そうか。じゃあ、ガボットメルビン攻撃で、まあ、うん、そうだね。今2人しかいないね。ガボちょっと勇者にしてんだ。そうだね。で、巻き場の杖と魔物ならしをやって、まあ本当は5回やればいいんですけどね。アイラの方が先動くね。じゃあ、もう全員、まあガブの方が先動くか。じゃあ、攻撃防御。まあこれでいいと思うけど。倒しちゃうかもしれないからね。どんぐらい HP 高いか。あ、倒せない、やっぱり。で、5回やれば入るので、これ、こういう感じでスライムタワーも入れていこう。まあ今のような感じの戦闘をすると思っていただければいいかな。ばらけて出てきてるし。メタル系出てこられたらね、ちょっときついので、メタルブラザーズもね、こうやって捕まえてますんでね、自分ね。たまにアルスの方が先動くので、まあ、こうすると間違いないんでね。よし、あと一種類何いんだ。あ、出てきた。これ逃げるパターンか。まさかこんなの出てくると思わなかったな。違う、ああ、よかった。ああ、逃げるか、やっぱり。ああ、参ったな。まあ、やっぱ全員魔物ハンターの方がいいのかな。とりあえずボス行ってみるか。あれはちょっと捕まえたいね。とりあえずね、ボスがね、何出てくるかわかんないので、一応こういう職業にしましたけど、前回のね、メガマージも、まあすごいね、用意はしたんだけど、そこまで用意しなくてもいけそうな感じだったんで、多分いけると思うんですよね。ただちょっと時間かかるかなぐらいであって、だゴールデントーテムいるの分かったんで。え？スライム？そっか、こんなにいんのか。チャンプって、ドラケ6のスライムね、格闘場でしたっけ？スライムだけが参加できる。あそこで一番、ね、チャンピオンのスライムの名前ですね。これ入んのかな？強いよな、多分。アルテマソード一発ぐらいで死なないだろう。ちょっと、試しに。魔物ならし。はい。あ、やっぱり。これは特殊なモンスターですね。懐かないモンスター。じゃあ、メルビンと、アルスだけ、アルテマソード連発で、あとは、ガナイコズリか。命大事にしなくてもいいかな。まあ、心置きなく倒せるんで、そしたら。で、職業を変えてきて、ゴールデントーテムをちょっと狙いました。やっぱ強いな、チャンプな。
これや、ああ、ここはちょっとやったことなかったかも、自分。何もらえるの？お、スライムの冠。まあ、強いかな。そこそこ強いかな。ちょっとね、職業を変えてきますね。さすがに。ゴールデントテム、さっき捕まったね。2回逃げなかったんで。まあ、ああいうことがあるんでね。そんな強くないな。年金もないからね。スライムの冠、いいのになるはずなんですけど。じゃあちょっとね、職業変えてきます。出た。逃げねえだろ、3匹いたらさすがに。あ、呪文使うなってやっちゃった。何あの逃げ率。呪文使うなってやっちゃったも何もないじゃん。結構出てくんな。あ、出んね。出るけど、ガーポの灼熱で一掃できたよな。倒しとくか。倒しとけばいいんだ、とりあえずは。あー、逃げちゃうかな。オッケー。とりあえず1匹2匹確保で倒しの、うん、聞かなくていいや、それは多分聞かないだろうからね。で、ガーボと、あとアルテマソウで倒せんだろ。魔物ならし、あ、しょうがねえか。逃げない。オッケー。あ、捕まえた。オッケー。アルテマソウでは倒せる、これで。ドラッ、オッケー、捕まえました。そこまで金持ってるってわけでもないんだね。1万ぐらい持ってて欲しかったけどね。よし。あとは、はい、まだ見ぬ試練の城というね、石板です。ここは新モンスターいるかな？いた。石人形だ、これ。これ捕まえてないね。まあ正解ですね。連れてきてね。どんくらいじゃない？一撃でいけんじゃねえかなと思うけどね。ああ、そうだね。ってことはメルビンでもいけるよね。じゃあ、アルスだけ防御して、まあ、これでいいかな。確率的にメルビンが一番遅いんだよね。遅いというより敵よりは早いでしょ。このぐらいの相手だったら。あ、そんな大して強くないよ、ここは。石人形です。あと何人だ？あと2種類なんかいるはずですけど。これね、大神殿ですよね。マジでバロック塔っていうのだって。ここは知らない、自分。これ入んのかな？これあれだよね。エンタスマンとかそういうあれの足だよね。中も入るのいいよね。あとはもう一個なんかいるはずだね。うわー、やっぱ珍しいのいいね。面白いね。まあ、色違いとかね、見たことないモンスター結構出てくるけど。何これ。新しいやつだ。メタル？ゾンビーミラーだって。何これ。強いんかな。倒しちゃうかな。あ、そうでもない。あ、ちょうどいいよ。あ、なんだよ。あそこでミスんなよ。じゃあ全員、全員じゃないな。通りだけ攻撃して、あとは魔物なら3人やって、で、最後ガボが一番最初動くから、まだ倒れねえし。まあいいか。これでガボが、
これで5回なんで、まあ入りますよね。よし。うわー、面白いのいっぱいね。ゾンビミラー。何バロック何トーテム、こんなの初めて見ましたね。多分ここボスだよね。ん？なんだこれ。え、何これ。何メタルな道具出てきたけど。メタルスラッシャーだって。え、これ強いかな。とりあえずまあ懐くでしょうね。懐く。おお強い。マジか。やべ、ガボ。危ねえ危ねえ危ねえ。マジか。強えな。じゃあ、主人公が、ここ回復しないとまずいな。デフォマラーのスクルトかけてこう。スクルトのデフォマラー。訴えられるかな。お、勘弁。あー怖い。マジかい。怖いな。ここが命大事にしとこう。で、あれもそうでしょ。エホマラー、スクルトだね。危ねえ。ああ、マジで。なんだ。バイキルト。やめな、一撃で落ちんな。さて、まずいな。333でも落ちるよな、これ。で、あと一回、懐かせなくちゃいけないから、ベホマラーの魔物ならしいな。ここもベホマラーってやっとくか。ちょっと保険でね。ああ、怖い。ああ、ダメだ。やべ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 。これはまずい。保険成功。しのぎながら行くしかないか。HP そこまであんのかな。よかった、これ取っといて。やばいじゃん。早いし、ちょっと待てや。アルテマやってる暇ないな。ザオリクがここで、ベホマ。やったっけやったっけ魔物ならし。あ、よかった。僧侶の、あれ持ってて。早いな。まあ、反撃開始だね。何回やったか忘れてしまった。多分もう、魔物ならしは OK として。攻撃下げなくちゃないのか。あーんだ、勇者連れてきたらよかったね。いてつかと思ったのに。まあ、ないもんしょうがないか。作ると。作ると、あーんだよ。一歩間違えたな。アルテマソードあったのにね。あんま効かないか。じゃあ3名は詰まった。まずいな。むしろこっちの方が強いじゃん。メガマージより。ルカに意味ねえもんね。回復かな。もうずっとベホマラーやっとこうか。アルスの攻撃十分だもんね。まあ落ちんのかな。大丈夫か。わあ、バイフル届けた。よしよしよし。ああ、怖え。バカか、こんなんいんのかい。あ、お、2個目だ。2個目っていうか2枚目だ。王者のマント、いいね。
一回手に入ったらもう入んないからね。オザマンと二枚目だね。ここかな。よし。はい。ということで、まあ、とりあえず、強い。うん。次どうだろうな。ちょっとやばそうだよね。これの後に出たような配信なので、配信石板なんで、職業元に戻したけど、メルビンだけゴッドハンドにしとこうかなとかも思うし、ガボ勇者にしとけばベホマズンも使えるし、テツコアドも使えるので、今みたいな相手だと結構楽なんだよね。だから、ゴッドハンドにの勇者にとかにしとけば、あのガボでね、ベホマズン使えるし、あとアイラでね、アイラ勇者にしとけば、テツコアドをアイラで使って、あとは、あのね、アルテマソードかける2でね、結構楽勝だったと思うんですけど、懐かせなくちゃいけないっていうね、課題が自分にはあるので、もう一回行ったらね、楽勝なんですけどね、そのパーティーで行けばね。でも、あえてこのパーティーで行った方がギリギリで面白いかもしれないよね。うん、そうだね。まあ、そんなことを考えつつ、今後もやっていきましょう。ということで、まあ、今回はね、結構ね、まあ、そんな動画的には長くないけど、中身ボリュームね、結構多かったと思うので、うん、次回、もう石板がね、そんなにないんですよ。うん。だから、それを、まあ、今後ね、やっていくので、あと何枚かな ?10 枚もないと思うけどね。だからもう先見えてきてるので、そしたらね、またね、プラチナキング集めたりとかね、モンスターもうとうとうね、全部コンプリートとか、ね、あと、モンスターパークどうなってんのか見たりとかね、まあそんなことやってね、まあレベル最大まで上げてね、まあ神様とどめさせて終わりとかね、いろいろあるよね。うん。だそんなことを今後やっていきたいと思います。だからね、そしたらね、ドラケセブンももう形ついてくるのでね、まあいろいろね、今やってるゲーム集中してやったり、今後ね、新しいのもまた出るでしょうから、ドラケシリーズも出るでしょうしね。まあ、そんなんもね、頑張ってやっていこうと思いますので、まあ、今後ともね、よろしくお願いいたします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォロー流していただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。